熊本県を中心に相次ぐ地震を受け、 DPAT 県の災害派遣精神医療チームが22日熊本市に向けて出発しました。愛媛からの DPAT の派遣は初めてです。出発したのは松山市にある県心と体の健康センターの医師や保健師、事務職員の合わせて4人です。 DPAT は精神科医や保健師らで構成し、大規模な災害や事故の発生時、被災地で精神保健医療の支援や PTSD、心的外傷後ストレス障害などに対応します。地域の皆さんに寄り添って皆さんの救いになるような素晴らしい活動をぜひ展開してきてください。少しでも被災者の力になれるようチーム愛媛として頑張ってまいります。 DPAT の4人は28日まで被災住民の心のケアにあたります。